これより第27,777回卒業証書授与式を挙行いたします。在校生、卒業生並びに職員、起立。礼。着席。ではまずはじめに私の方から卒業生へお祝いのメッセージを送ります。275名かな、今年の卒業生。まあいろいろありましたけど、おめでとうございます。はい、お疲れ様でした。まあいろいろね、人生経験あると思いますけど、まあ適当に頑張ってください。はい、そんぐらいですかね。お疲れ様でした。キッズ、これにて27,777回卒業証書授与式を終了いたします。礼。どういうことですか。後で退場しますので落ち着いてください。いや、終わり。終わりです。あ、だから今お祝いのメッセージ皆さんにお伝えしたので、僕からあれが、はい、いや、てか合唱卒業証書授与、いや、だからこの体育館の中の室温が20度を超えたので、まあ、熱中症の確率もありますし、暑いし、だるいし、めんどくさいし、時間短縮したいし、早く家帰りたいし、クーラーのとこでそうめん食べたいから、一応短縮で、みんなでアンケート取った結果だけど、一応親御さんもみんな帰りたいって言ってたから、まあ皆さんの意向に沿って一応早めにやろうと思いました。いや、例じゃなくて、ちゃんとやってくださいよ。一生に一度の卒業式。いや、何、ありがとうございました。分かってるけど、暑いのは仕方ないし、俺もちゃんとお祝いのメッセージ言ったし、いや、さっきのメッセージなんて、もう半年ぐらい毎晩、もう2時間ぐらい考えてたセリフだよ。ちゃんとそれぐらい思いを込めてるんだから、それをちゃんと受け取ってください。こっちの問題じゃないでしょ。お前らも悪いからね。バカで言ってること。俺らだけじゃないよ、責任は。これが卒業証書授与式が、卒業式が短くなってるのは、お前らの責任でもあるからね。礼。ガチ？俺だけ？俺だけなの、これ。いや、もうやれよ。